清め餅総本家とは、愛知県名古屋市厚田区に、本店のある和菓子店。厚田神宮の土産菓子として親しまれる、清め餅で知られる老舗和菓子店。清め餅は、歯豚餅で腰あんを包んだもので、清めの焼き印が押されている。清め餅の起源は、1785年頃に、厚田神宮の西門の近くに、清め茶屋が設けられ、参拝者は清め茶屋で、 旅の疲れを癒してから、厚田神宮を参拝したとする話まで遡る。もともと名物のなかった厚田神宮周辺の地域に、伊勢神宮における赤福餅のような名物を作ろうという考えから、清め茶屋の話をもとに、初代、新谷栄之助が戦前に、清め餅と名付けた歌詞を考案、今の名鉄神宮前駅前に店舗を構えた。清め餅はしばた叩く間に名物となり、 より参拝者が購入しやすいように現在の本家の位置へと移転した。清め持ちは三代目当時に栗入りが考案され、現在ではお祝い向けの紅白のものも販売されている。以前は本家に喫茶店を併設しており、ケーキやプリンなどの洋菓子も販売していた名残で現在でも洋風の和菓子が店頭に並んでいる。現在では名鉄神宮駅前売店に喫茶部。 木女作業が併設されている。清め餅以外で代表的なものとして東の富士団子が挙げられる。一般的には十団子と呼ばれる和菓子で厚田神宮で県茶会が行われる毎月15日に合わせて販売されている。清め餅喫茶 AB 秋の味覚和の心はんなり和菓子パート3清め餅総本家 ABCDF e 神宮,宮から名古屋名物へ 名古屋市厚田区、清め餅総本家、第18回清め餅総本家、清め餅と木村武さんの木皿名古屋名物、清め餅の楽しめる和カフェ。名古屋、厚田区、気温な作業もあるく連なった、愛らしい形。優しい甘みに癒される和菓子。ありがとうございます。